皆様、こんにちは。神奈川県怪談話へようこそ。今回は神奈川県にある恐怖の心霊スポット、オラガビール工場に迫ります。背筋が凍るような実話に基づいたお話をお届けしますので、最後までお楽しみください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは、恐怖の旅に出発しましょう。オラガビール工場に潜む怨念の叫び。実は怪談スタートです。横浜市の郊外にあるかつて栄華を誇ったオラガビール工場、戦後すぐに設立され、地元経済を支える存在として知られていたその工場は、何十年もの間活気に満ちた労働者の声と機械音で溢れていた。しかしある日を境に、その繁栄は一転する。工場内で原因不明の事故が続発し、労働者が次々と命を落とすという不吉な出来事が相次いだ。そして謎の失踪事件が多発するようになると、工場は突如として閉鎖された。閉鎖後、オラガビール工場は急速に廃墟と化し、かつての輝きは今や見る影もない。崩れかけた壁、錆びついた機械、割れたガラス窓が至るところに広がり、そこには異様な静けさが漂っている。しかし夜になると、その静寂は一変するという。地元住民たちは、工場の周辺で聞こえる不気味なうめき声や、姿を見せずに誰かが歩き回る足音に怯え、決して近づかない。心霊研究家や冒険心旺盛な者たちが数多くこの場所を訪れたが、ほとんどが二度と戻ることはなかった。中には帰還した者もいたが、彼らは誰一人としてその恐怖を口にすることなく、まるで何かに怯えるように生気を失っていった。そんな中、悪霊がこの工場で強力な力を蓄え、地域全体に悪影響を及ぼしているという報告が届いた。噂では、その悪霊は怨念に満ちた魂たちを集め、恐ろしい復讐を計画しているという。もしこのまま放置すれば、やがてその力は工場の外にまで及び、取り返しのつかない事態になるだろう。ここに悪魔ハンターであるノン、霊媒師のリ、魔術師のクーがその異常事態に終止符を打つために集結した。彼らは未知なる力と対峙し、工場に救う悪霊の封印に挑むことを決意する。だが、それは今までにないほどの恐怖と困難が待ち受けている戦いとなることを、まだ誰も知らない。工場の入り口に立ったノン、リー、クーの3人は、かつてこの場所が活気に満ちていたとは思えないほどの荒廃した光景に目を見張った。巨大な鉄皮は錆びつき、長年の風雨で色あせた工場の看板が朽ちかけている。周囲には何の音もなく、冷たく湿った空気が漂い、まるでこの場所そのものが生きているかのような不気味な感覚が3人を包み込む。ここがオラガビール工場か、ノンが険しい表情でつぶやく。彼は何度も悪霊と戦ってきたが、この場所には今まで感じたことのない異質な空気が漂っている。何かが確実にここにいるわ。リーが霊感を研ぎ澄ませ、周囲を見渡す。彼女の手には白い霊玉が握られており、それがかすかに光を放っている。強力な怨念が集まっているこの工場には、ただの悪霊ではない存在が救っている。クーが呪文を唱えながら古びた魔術書を開く。地下に何かがいる。いや、何かが封印されているんだ。だが、その封印はもう崩れかけている。目覚める前に止めないと手遅れになるかもしれない。ノンは剣を握りしめ、大きく息を吸い込む。進むぞ。どんなに強力な敵だろうと、俺たちは止めるしかない。そう言うと、ノンは鉄扉に手をかけ、力強く押し開けた。錆びついた金属がきしむ音が廃墟に不気味に響き渡る。中に足を踏み入れると、
異様な霊気が3人を包んだ。内部は予想以上に荒れ果てており、崩れかけた天井からは長年の雨が染み出している。ビールタンクや機械類は放置され、蜘蛛の巣に覆われていた。見て、リーが手をかざすと、その周囲に薄く浮かび上がる無数の霊たちの影が現れた。彼らの顔には絶望の表情が浮かび、かすかな声が響いてくる。まるで助けを求めるかのように、ここには強力な悪霊がいる。彼らの怨念を吸い取り、その力を増しているわ。その瞬間、空気が重くなり、異様な圧迫感が3人に襲いかかる。まるで何かが3人を見ているかのような気配が漂う中、空が目を閉じ、呪文を唱え始めた。魔術書を手に取り、工場全体を見渡すと、彼の目に異次元が映り込む。地下に何かが隠されている。古代の儀式で封印された存在が今、目覚めかけている。それが完全に目を覚ませば、ここだけじゃ済まなくなる。空の予言に、3人は一層の緊張を感じる。とにかく急ごう。奴が力を取り戻す前に、止めなければならない。ノンが剣を構え、慎重に奥へと進み始める。3人の影は廃墟の暗闇に溶け込み、霊気がますます濃くなっていく。工場の奥へと進むノン、リー、空の3人。だが、突然周囲の空気が重くなり、何か異様な気配が漂い始めた。温度が急激に上昇し、まるで地獄の炎が背後から押し寄せるかのような熱気が、彼らをじわじわと包み込んでいく。なんだ、この嫌な感じは。ノンが低くつぶやくと同時に、工場の壁や床が不気味に震え始める。そして、その瞬間、空間が裂けたように、巨大な影が姿を現した。闇に包まれた影は、かつての工場長の姿を模しているが、その顔は歪んでいて、不気味な笑みを浮かべている。目は黒く虚無に染まり、その奥底には計り知れない怨念が漂っていた。こいつが、ノンはすかさず剣を引き抜き、構えた。お前がこの地に不幸を招いている元凶か。悪霊は、重々しい声で低く笑い始めた。元凶を、私をそう呼ぶかだが、私はただ、この場所を守っているに過ぎない。私を封じた者たちへの復讐を果たすために、ここで力を蓄え続けているのだ。言葉とともに、冷たい風が突然吹き荒れ、ノンの前に立っていた悪霊の姿が煙のようにかき消えた。だが、その笑い声だけが不気味にこだまし、ノンたちの耳元で響き渡る。挑発してくるつもりか。ノンは瞬時に剣を振り、斬撃を繰り出す。鋭い剣はざわ闇を裂き、悪霊に向かうが、彼はまたしても姿を消し、別の場所に現れる。ノンの攻撃はことごとく空を切り、悪霊の笑い声だけが響き続ける。クソ、姿を捉えられない。ノンが苛立ちを感じる中、リーが背後で目を閉じ、霊感を集中させていた。この悪霊、普通の方法では倒せないわ。過去に施された封印の力が崩壊しかけている。ふう、今すぐ封印を修復しないと、彼を倒すことはできない。ふうはすぐに魔術書を開き、工場の地下に存在する魔法陣を活性化させるために呪文を唱え始めた。だが、悪霊の力は尋常ではない。空間が歪み、空の呪文に干渉するかのように、魔法の力を妨害しようとする。クソ、儀式の力だけじゃ足りない。空は歯を食いしばりながら叫んだ。ノン、リー、お前たちの力を合わせるんだ。三人の力でこの悪霊を封じるしかない。ノンは剣を握りしめ、リーは霊玉を高く掲げた。空の呪文と二人の力が融合し、三人の体から放たれるエネルギーが次第に一つの巨大な光の本流となって悪霊を包み込んでいく。これは、貴様らの力か。
悪霊が叫び声を上げ、最後の抵抗を試みるが、光は圧倒的な力で彼の怨念を封じ込めた。瞬間、工場全体が振動し、地面が揺れたかと思うと、悪霊の姿は再び無惨し、その声も静寂の中に消え去った。悪霊を撃退し、静寂を取り戻した工場。しかし、三人は悪霊がなぜここに力を蓄え続けたのか、その真の理由を探る必要があった。工場の奥深く、封印されていた部屋の扉を三人は見つけた。扉は重く、錆びついていたが、ノンの力で押し開けられる。中に広がるのは埃に覆われた記録書類の山。暗い過去がそこに隠されていた。ノンが足を踏み入れ、壁に貼られた新聞の切れ端に目を向けると、かつてこの工場で労働者たちが非人道的な労働環境のもと、次々と命を落としていたという恐ろしい事実が記されていた。工場長は自らの利益を守るため、その事実を隠蔽していたのだ。この場所は怨念で溢れている。労働者たちの苦しみが、この地を呪いに変えたのね。リーが声を震わせながらつぶやいた。そして、その怨念が工場長を取り込み、彼を悪霊へと変えてしまった。ノンは拳を握りしめ、静かに言った。彼らの怨念を晴らさなければ、この地は永遠に呪われ続けるだろう。プーは再び魔術書を開き、封印の儀式を始めた。三人の力が再び一つになり、工場全体に浄化の光が広がっていく。怨念の声は次第に静まり、霊たちが成仏していく様子が目に見えてわかる。これで終わったのか。ノンが安堵の声を漏らした瞬間、遠くからかすかな笑い声が響いた。それは、悪霊となった工場長のものだった。彼は完全に消え去ったわけではない。復讐の炎はまだ完全には消え去っておらず、どこかで再び目覚めることを待ち望んでいるかのようだった。三人は工場を後にしたが、その耳には工場長の歪んだ笑い声がまだかすかに残っていた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この恐怖を楽しんでいただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお忘れなく。次回もさらに背筋が凍るような恐怖の物語をお届けしますので、またぜひお越しください。それでは、おやすみなさい。いい悪夢を。